92式重装甲車は日本で開発され、1932年に正式採用された装甲車である。装甲車の正式名称だが、実質的には豆戦車であり、戦車の区分では騎兵戦車とも分類される車種で、騎兵部隊や戦車部隊で使用された。第一次世界大戦で大々的に使用され、威力をまざまざと見せつけた新兵器である戦車に対して、日本陸軍も無関心ではいられなかった。終戦直前の1918年には早くも、英国のビッカース社製、Mk.IV 目型戦車を一両輸入し、1919年から1920年にかけて、大日本帝国陸軍が、ルノー FT-17 系戦車を十数両と、Mk.A ホイッペット中戦車を数両輸入して、戦車の研究を開始し、日本初の戦車隊として、1925年5月1日に、福岡久留米に第一戦車隊が、千葉の陸軍歩兵学校に、歩兵学校戦車隊が同時に創設された。陸軍機甲化の動きと引き換えに縮小される兵科があった。かつては戦場の花形と呼ばれるも、日露戦争や第一次世界大戦を通じ、時代遅れとなった騎兵である。戦車隊が創設された1925年に行われた第一次世界大戦後3回目となる宇垣軍縮では6000頭もの軍馬が改役された。この動きに危機感を抱いた騎兵課では生き残りのために騎兵の機械化を推し進めた。1920年から騎兵課でもルノー FT-17 系戦車の研究を行っている。第一次世界大戦でイギリス軍が使用したオースチン4輪装甲車を購入したり、新型のカーデンロイド豆戦車、さらには水陸両用戦車についても研究した。その結果、早期式の車両が最適と判断し、その国産化に乗り出した。1929年、陸軍技術本部は早期式装甲車の国産計画に着手した。試作車の発注は、当時軍用車の開発、生産を行っていた石川島自動車製作所に、対し1931年2月に行われ、試作車は翌1932年3月に完成した。車内呼称は、墨田 TB 型92式系戦車。試作車は、騎兵学校で試験を受け、若干の改修を経た後、92式重装甲車として正式に採用された。開発時の秘匿名称は TB とされた。重装甲車と名付けられたのは、編成上騎兵装甲自動車隊用として発足したためで、制定の際に、不評価管轄の戦車呼称にしないよう注文を受けた、せいもあった。軍隊は、非常に縄張り意識が強く、同様の例として、フランスでも騎兵科の戦車は、装甲車と呼ばれ、不評価の戦車と明確に区別されていたほか、アメリカでも騎兵課が開発した戦車は、普通の戦車とは別に、戦闘車と呼ばれていた。形式は前述の通り履帯を装備し、軽量化のため、リベット接合が主流だった当時としては、異例の溶接構造を採用した。最大走行圧は 6mm、重量は 3.0 トンとなっていた。重装甲車の名にもかかわらず、装甲の厚さや、重量やエンジンの出力は1937年に採用された97式系装甲車に劣っている。武装はフランスのホチキス社製 13.2mm 重機関銃を国産化した92式車載 13mm 機関砲を車体右側全部のスポンソンに装備、砲塔には91式車載系機関銃を一丁装備している。なお、陸軍は機関銃と機関砲の区分について明治40年に口径 11mm 以下を機関銃と称することとしていたが、昭和12年にこの区分は撤廃されて兵器の正式化ごとに区分を決定することとした。これにより92式車載機関砲は車標などを改定し、機関銃に再区分されている。92式車載機関砲は工業格の対空射撃を考慮して、屈折式照準器の採用やカビを90度近く、可変なよう設計していたが、本当に敵航空機を撃墜できたかどうかには疑問が残る。このほか、砲塔後部に対空機銃火をつけ、車載機銃による対空射撃をすることもできる。騎兵部隊の戦車らしく、本車は何よりもスピードを第一に開発された。エンジンには、元はトラック用エンジンであり、アメリカのロットン戦車 M1917 にも搭載され実績のあるフランクリン空冷直列6気筒ガソリンエンジンを最初は輸入して、後に石川島自動車で墨田 C6 の名称でライセンス生産して搭載した。消音器は機関室の左側面に一つ配置されていた。最高速度は3年前に正式化された89式中戦車の最高速度、時速 25km を大きく上回る時速 40km を出した。本車にもいくつかの欠点があった。主砲の92式車載 13mm 機関砲は、昇降系機銃と比較すると発射速度が足りず、防弾装備の充実した目標に対する火力も不十分だった。さらに使用部 6mm の装甲圧は貧弱で、グ98及びカル98キロ小銃や MG08、重機関銃の 7.92mm 更新弾に貫通されて機関部を破壊される事態を招いた。溶接構造も強度不足で、衝突時の溶接剥離による自壊事故が起きた報告例もある。また、サスペンションの強度が不足し、縦に長い車体のため取り回しにも難があったという。愛国号として献納された92式、重装甲車本車の量産は、翌年の1933年から開始され、1939年に生産を停止するまでの7年間に167両が生産された。この中には民間有志で寄付を募り、軍に献納された愛国号も数両含まれている。当時の自動車一般の生産状況、また配備先が騎兵に限定の毎年少数ずつの生産にとどまったこともあり、個々の車両で差異が見られるなど本車は手作り感の強いものになった。ただし、生産費用は当時の主力戦車である89式中戦車の1.3ほどで済んだ。生産型は足回りの構造により区分される。小型のゴム天理を片側4個装備したものを前期型無限軌道離脱対策として天輪数を増やし片側6個としたものを中期型天輪を変更し中型のものを片側4個とし上部天輪を3個から2個に減らしたものを後期型と呼ぶ。武装面も初期は92式車載 13mm 機関砲の調達不足により91式車載系機関銃で代用した場合や94式 37mm 戦車砲を搭載した方も少数生産されたと言われている。エンジンも非弾に強い空冷ディーゼルエンジンに換装された車両もある。本車は主に関東軍と朝鮮軍に配備された。運用期間が短く、活躍の機会に恵まれなかった本車だが、いくつかの重要な作戦に参加している。これらの戦いで、機甲戦力の威力を見せつけられた日本軍上層部は、1934年3月17日、日本軍初の本格的な機甲部隊である、独立混成第1旅団を編成している。そのうちの戦車隊、第2中隊には、本車が配備された。師団騎兵連隊を機械化した師団捜索隊の重装甲車中隊にも配備され、ノモンハン事件などで実戦参加している。その後、新型の94式軽装甲車や97式軽装甲車へと更新されていったため、太平洋戦争時は中国方面などの第二戦での使用が中心となった。また、実際の戦闘は発生していないものの、1936年に起こった 2.26 事件では89式中戦車や海軍のビッカースクロス冷装甲車などとともに本車が出動している。13mm 機関砲を 6.5mm 機関銃に換装し、側面に愛国4の文字が見える。後期2592年、昭和以降の旧軍の兵器は後期の下2桁を取って故障する。日本陸軍の戦車完全国産による鉄次し、その栄光の開発誌、サットマガジン2010年11号別冊、P100、かまど、2010年、狭山二郎、機甲入門 P212、光人社 NF 文庫、2002年、アジア歴史資料センター、機関砲と機関銃の小国分廃止の件、C010013834400、最大射程は、対地5000メートル、対空900メートルとされていた。ありがとうございます。